現職と元知事と新人の3人による争いとなった宮崎県知事選挙は25日投票が行われていて午後6時現在の推定投票率は28.97%と前回と比べて5.82ポイント高くなっています宮崎県知事選挙に立候補しているのは届出順にいずれも無所属で元宮崎県知事でタレントの東国原秀氏65 4期目を目指す現職で自民党と立憲民主党の各県連と公明党が推薦し社民党が支持する河野俊治氏58新人で政治団体代表のスーパークレイジー君氏36の3人です選挙戦では現職の3期12年にわたる県政運営に対する評価のほか感染者が再び増加している新型コロナ対策や 物価高騰などの影響で落ち込む地域経済の活性化それに人口減少対策などをめぐって論戦が展開されました投票は午前7時から行われていて県の選挙管理委員会によりますと午後6時現在の推定投票率は28.97%と前回4年前の選挙と比べて5.82ポイント高くなっていますまた 24日までに期日前投票を済ませた人は有権者のおよそ24%に当たる21万7,121人で、前回より13ポイント余り高くなっています。宮崎県知事選挙の投票は午後8時までに締め切られ、即日開票されます。